皆様、盛岡さんさ踊りはお楽しみいただけてますでしょうか。ありがとうございます。私はミスさんさ踊りの高橋由紀と申します。同じくミスさんさ踊りの大野かな子と申します。ここで盛岡さんさ踊りについてご紹介させていただきます。盛岡さんさ踊りは毎年8月1日から4日まで開催される、勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りの群舞が魅力の東北岩手県を代表する夏祭りでございます。今年は3年ぶりに開催されて、盛岡の皆様とさんさ踊りを通して盛り上がることができました。来年も盛岡さんさ踊りが開催されました暁には、ぜひ皆様も岩手県盛岡市にお越しください。盛岡さんさ踊りの起源は那須川市、盛岡市那須川町にございます三石神社の三石伝説に由来していると言われております。その昔、南部盛岡城下に羅刹という鬼が現れ、悪さをして暴れておりました。困り果てた里人たちは三石の神様に鬼の退散を祈願いたしました。三石神社の神様は里人たちの願いを聞き入れ、鬼を捕らえ、もう二度と悪さをしないよう、その誓いの証として神社の境内にある3つの大きな岩に鬼の手形を押させました。諸説ございますが、岩に手形、岩に手、岩手、これが岩手県の名の由来だとも言われております。盛岡さんさ踊りの合いの手に、さっこらちょいわやっせとの掛け声がございます。このさっこらを漢字に書き表しますと、幸せ、呼ぶ、来ると書きます。本日ご来場いただきました皆様にも幸せが訪れますよう、願いを込めて踊らせていただきます。それでは最後の演目となりました12拍子、引き続きお楽しみください。Thank you.
は三叉太鼓連の皆様です。ありがとうございました。綺麗な舞と太鼓、もう皆さん今日のためにすごい普段から